住むだけで運気がガーンとね爆上がりするような家があるんですけど、今回はそういった家の特徴を紹介したいと思います。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところでね、10月の11日にですね、アメリカの西海岸のアーバインでねセミナーすることが決定しましたというお知らせをねしていたんですけど、こんな感じでですね、2部構成、まあどちらか参加していただくのでもいいんですけども、仮想の話と幸せな家族関係のねセミナー2本ねやる予定になっております。これね、詳細概要欄に貼っておきますのでね、もしタイミングが合う方、現地の方いたらね、ぜひお越しください。楽しみにしております。ではですね、今回の内容いきましょう。今回はですね、住むだけで運気爆上げする家の条件って話をしたいというふうに思うんですよね。というのもですね、運気を上げる家と運気を下げる家、これ実際ねあるんですよね。まあこれ残念ながらですね、運気を下げる家に住んでるとどんどん下がっちゃうっていう傾向があったりするんですけども、逆に言うとね、どんな家が運気を爆上げしてくれるのかっていうことに興味ある人いるんじゃないかなというふうに思うんですよね。これね、実はね、そういう家には共通項があるんですけども、まあ今回のこの動画を見ていただいたらですね、住むだけで運気をねどうすれば爆上げしてくれるような家になるのかっていう、まあその家の条件の話をしたいというふうに思いますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そしてね、各種プレゼント概要欄のね上の方にリンク先ありますので、そこからプレゼントぜひゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。それではですね、まずその1からいきましょう。その1はね、何といってもこれっていうのがあるんです。朝起きて元気になっているような家かどうかっていうのがあるんですけども、どうでしょう、朝起きた時寝る時よりも元気になっているかどうか、なんか寝る時よりもさらに疲れてハーとなって起きていないかどうかとかいうのをねチェックしてほしいんですけども、これね、元気になって起きれる場合はですね、家がねあなたにパワーをくれているというふうに思ってみてください。で逆にね、元気になっていない時は家がパワーをね、奪っているというふうに捉えていただきたいんですよね。なのでね、ここで分かっていただきたいのは、朝起きて元気になる家っていうのはパワーをくれている。そうするとね、どんどん元気になってくるので、それがですね、実は運気のね源ですごくね関係してるんですよね。元気になればなるほど運気が上がりやすいっていうのはね、やっぱり根本的につながってるんですけども、そういった意味でもですね、やはりねこの元気を奪う家の場合は運気が上がりにくくて、元気をくれる家はですね、どんどん運気が良くなるんだと、そういう認識をねまず持ってください。朝起きて元気かどうか、そこのチェックをねぜひしてみてください。そしてその次、その2はですね、人の出入りが多い家っていうのを挙げられると私は考えてるんですけど、どうでしょう、あなたの家、1日に人の出入りがどれぐらいあるかっていうのをね、確認してほしいんですけど、これね、出入りが多い家ほどですね、やはり活気がある証拠と昔から言われてるところがあるんですけども、このね活気がある家っていうのはやはりですね、運気を後押ししてくれる可能性が十分あるんですよね。よくですね、運気を上げたいんですけどどうすればいいんですかって話をね、される方にですね、たくさんの人と会ったらいいですよって話をよくさせていただくんですけど、いや私人付き合いが苦手なんですっていう風にして言われる方いるんですよね。やはりね、運気っていうのは人と会った人数の分だけ上がりやすくなるっていう側面があるので、その辺はね、その人とたくさん会うということをするのか、もう苦手だから会わないっていうので、どちらを選ぶかはもうその人のね、センスかなというかね、思うところがあるので、どちらを選ぶかはもうご自身で考えていただいたらいいと思うんですけども、そういった意味も含めてですね、やはりね家にも人をどんどん招くかどうかっていうこともね、やっぱりポイントになってくるわけなんですよね。なのでね、活気がある家にすればするほど、運気が後押ししてくれる。なのでね、よかったら、人の出入りがある家の特徴の一つとして、定期的にイベントを作ってね、人を家に招くってこともやってみてください。そしてね、もしね、これ家族で住んでる場合はですね、家族の出入りがねいろいろあって遊びに行って帰ってきてみたいな感じでも全然構わないんですけど、とにかく家の中のエネルギーがガーッと動いていたり、外とのねエネルギーの交流っていうのかな、それがあるかどうかっていうのがポイントだというふうに思ってみてください。そしてその3はですね、こちら空気がすがすがしいってやつがね本当大切なんですけど、どうでしょう、この空気がねすがすがしければですね、脳のパフォーマンスが上がるっていうのはなんとなく分かっていただけますよね。なんかね酸素バーみたいなあんな感じだと思ってもいただいてもいいかもわからないですけど、脳がねどんどん、パフォーマンスが上がっていくとですね、幸運を引き寄せるためのですね、意識力とか思考力が、高まるっていうのにね直結していくんですよね。このね脳のパフォーマンスが保てるかどうかってとっても大切
切なんですけども、特にこの清々しい空気っていうのはとっても大切なんですけど、矢野さん、この清々しい空気ってどんな空気と思う人はですね、ぜひ、早朝の神社の境内なんかに行っていただいたらいいと思うんですけど、早朝の神社はですね、すごい清々しい空気が流れてるんですよね。あれがね、清々しい空気かっていうふうに思いながら、家の中にね、できるだけ清々しい空気感をね、演出するっていうのをやってみてもらいたいなというふうに思います。例えばね、朝一番に窓を開けて空気を入れ替えるってこともいいでしょうし、ホコリっぽい部屋の場合はですね、ちゃんと掃除機をかけるとか、ゴミゴミしているものがあったら片付けるとかね、そういったことをすると家の中の空気はどんどん清々しくなっていくはずなんですよね。なのでね、例えば神社の境内に行って、この清々しい空気を吸いながら、これを家の中に実現するぞと思いながら家の中をね、片付けていくと、例えばそんな風にしていくとですね、気がついたらあなたの家ってすごい清々しいですねって言われるような家になっていくというふうにね、私は考えておりますので、ぜひね、トライしてみてください。そしてその時、その4はですね、日中家が明るいっていうことがね、やはりポイントだという話をしたいんですけど、というのもですね、この日中家が暗い場合はね、住む人ほとんどがですね、その影響を受けて鬱っぽくなっちゃうっていうのがあるんですよね。これはね、コロナ禍でも多くの人が経験したかも分かりません。日中ね、家が暗くて家の中でじとーっとしていったら本当に鬱っぽくなって大変だったっていう人もいると思うんですけども、このね、鬱っぽくなると何が起こるかっていうと、こうね、運気を上げる要素がね、極端に減ってきてですね、上げにくくなるっていうのがあるんですよね。なのでね、この鬱っぽくなってきたらまずいまずいと思って、どうしなきゃいけないかというと、例えばね、家の中を日中から照明をつけて明るくするとか、あとね、適度な運動とかね、食事の改善とかもね、これセットでやらなきゃいけない話になってくるんですけども、とにかく家の中が暗ければですね、適度な運動とかね、食事改善しても鬱っぽくなりやすいところがあるので、ぜひね、家の中はしっかりと明るくする、日中ですよ、日中明るくするということをね、意識してみてください。最後にその後としてお伝えしたいのはですね、定期的に愛情が注がれている家かどうかっていうのがあるんですけども、例えばですね、全く同じ形状をした家があるとしますよね。これね、一方が愛情が注がれている家、そしてもう一方ね、注がれていない家、その家にね、例えば、ちょっとね、時間を過ごしてみると、これびっくりするぐらいね、居心地違うっていうのをね、理解できるというふうに思うんですよね。これね、本当に愛情が注がれている家の方はですね、住む人を居心地よくしてくれるっていうのがあるんですよね。まあ、戸建ての家っていうよりか、例えば同じ、マンションのこっちの部屋とこっちの部屋っていうふうに比べていただいてもいいんですけども、すごく愛情を注ぎながら住んでいるマンションの部屋とそうでない部屋があったら、確実に愛情が注がれている方の部屋の方がね、居心地いいんですよね。これね、実体験として分かっていただけると思うんですが、ぜひね、この感覚をね、忘れないでほしいんですけども、とにかくですね、大切なのは家に愛情をね、定期的に注ぐということなんです。これ面白いんですけど、注ぐとですね、一体何が起こるかというと、家からね、逆に住んでいる人に愛情がね、注がれるようになるということなんですよね。なぜかというと、愛情を注がれて家はその愛情で満たされているから、そこの中で過ごすと、そのエネルギーに、分け与えてもらえるという、そんな感じだと思っていただいていいんですよね。そうするとですね、やっぱり運気もどんどん上がっていくということが起こるわけなんですよね。これね、何となく理解していただけるというふうに思うんですけども、とにかくですね、もしあなたが家に愛情を注いでいなかったとしたら、今からすぐですね、コツコツと愛情を注ぐということをやっていただいたら、それがね、家の居心地の良さとかにもつながってくるので、ぜひね、やってみてください。ではですね、最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、朝起きて元気かどうかっていうのを一個のバロメーターにしてみてくださいね。もしね、朝起きて元気でなかったら、家をね、この後の話もいろいろ組み合わせながら、改善してください。で、二つ目はね、人の出入りが多い家の方が、この活気があって活発になるというところから、可能な限りね、定期的に人を家に招くということもやってみてください。そして3つ目のね、空気が清々しいっていうのは脳のパフォーマンスを上げるためにとっても大切なので、ぜひね、意識してくださいね。そして4つ目はね、日中明るいところに過ごさないと本当に鬱っぽくなる。鬱っぽくなると本当にね、運気がどんどん下がっていくので、ぜひね、気をつけてみてください。そして最後ね、愛情がね、定期的に注がれている家はですね、そこで過ごすと本当に居心地がいいということが体感できるので、ぜひね、それをね、実践していただけたらなというふうに思います。はい、ということで今回の話、実践できそうなところを実践して、ぜひね、実感してみてくださいね。そしてお知らせです。このデンジャー防止グッズのね、この動画結構面白くてですね、私の腕がガーッとね、パソコンの前で下がるんですけど、ここにあるね、デンジャー防止シールドをね、パソコンのところにポコッと置いて、これやるとですね、腕がね、ピタッと下がらなくなって、すごく力が入るんですよね。これ結構面白い動画なんで、これね、概要欄の上の方にリンク先ありますから、その先にですね、この動画のリンク先もありますので、ぜひね、ご覧ください。
そして一級建築士として喋、ね、っている、サブチャンネルの矢野啓三チャンネルとですね、心理カウンセラーでメンタルコーチの妻と一緒にやっているハッピーファミリーチャンネル、これら両方ともですね概要欄にリンク先貼っておりますので、ぜひねチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。そして最後に矢野啓三公式 LINE、こちらではですね非公開動画の風水でやりがちな危険な間違いという動画をはじめ残り4本の動画をプレゼントしております。これも概要欄のかなり上の方にリンク先ありますので、そこからね友達申請していただいたらすぐにあなたの LINE にこの動画届きますので、ぜひねご覧ください。そして各種 SNS もですねいろいろ情報発信しております。これらねリンク先はね概要欄の下の方に並んでおりますので、ぜひねフォローお願いいたします。それでは最後にご質問にお答えするコーナーですということですね。今回お答えするのはこちらの方、こんばんは、初めて拝見させていただきました。基本的なことで申し訳ありません。 LINE の登録ってどのようにすればいいのでしょうかと、本当にね、最近 YouTube を使うようになっているような方はですね、この概要欄というのがどこにあるかよくわからないという方がいると思うんですけど、例えばスマホだったらですねタイトルが書いてるところぐらいに下向きのこんな矢印があるとか、ポコッと押すとそこはねバーッと開いて、そこにね概要欄の内容のものが出てきたりするんですよね。なので、ね、ちょっとねスマホの方の場合、ここかなここかなって聞いてたら、ビョコッと広がるところに、その LINE のね、登録できるようなところが書いてますので、ね、ちょっとねあの一生懸命やって探してみてください。パソコンの方もね比較的分かりやすいんじゃないかなと思うので、閉じてることが多いからポコッと押すとビッて広がるんでね、そこからご覧くださいね。よろしくお願いいたします。そして、ピックアップコメントもあるのでそっちも紹介させていただきます。今回いただいたのはこちらの方、超有料級の月の運気ありがとうございます。矢野さんの解説付きなのがやはりいいですと。お顔と声に温かみがあって五感に響きます。運気に乗れています。いつも本当にありがとうございますということで、ベタ褒めありがとうございます。あの毎月ね月に一遍は運気の話をして、これね2020年の4月頃からずっと毎月やってるんですけども、2020年の確か10月ぐらいの時かな、このね2020年の4,5,6,7,8,9 っていう流れが私が言ってるのとビタッと当てはまってたので、びっくりしましたというようなコメントをいただいたこともあるんですけども、このね運気の流れぜひねうまく活用していただけたらなというふうに思います。月に一遍ぐらいね配信しておりますから、それをね探してみて、自分が運気の流れに乗ってるかどうかチェックしていただくとねいいというふうに思います。ということでね、素敵なコメントありがとうございました。はい、ということで今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。